太陽十字太陽十字、または、車輪十字は、円の中に十字を描いた太陽のシンボルである。このデザインは、特にヨーロッパにおける、戦士時代によく見られ、同時代の文化の象徴である。シンボルの普遍性と、戦士時代の宗教における、明らかな重要性から、このシンボルは、太陽のシンボルと、解釈されている。また、東洋でも古代より、 いろいろな用途や意味などで使用されている。ユニコードでは U、U プラス 1F728、アルケミカルシンボルフォーバーディグリースとして割り当てられている。なお U、U プラス2295、サークルドプラスや U プラス 2LHN、ありサークルド、プラスオペレーターは似た形をしているが、これらは、数学の演算子であって、太を十字ではない。 クベステンベルクのクエスティンバウム。古代の異教の太陽のは青銅器時代の宗教における単純な当変の十字が太陽の象徴であるとする解釈は19世紀の学者の間で広まっていた。円に十字は太陽の円を太陽神の戦車の車輪とする解釈から派生した太陽のシンボルとして解釈された。ウィーセラーはゴート文字フエルに反映された。 円二十字の車輪のシンボルによって太陽の神を表すゴシックルーンクエルを仮定した。一方、英語のサンクロスという用語は比較的最近のもので明らかにドイツ語のシネンクロイズから借用され、1955年のルドルフ・コッホのブック・オブ・サインズの翻訳で使われている。 ドイツ語のシネンクロイズという用語は19世紀の学術文献で太陽のシンボルとして解釈されるニーノ十字のシンボルを指す言葉として使用された。シネンクロイズは1920年代に国際反ヨーロッパ連合の旗のデザインに使用された。1930年代、ドイツ信仰運動におけるキリスト教と、 ゲルマン異教主義の結びつきとして腕が曲がったシンボルのバージョンがよく使われた。アイルランドでは聖パトリックが異教のアイルランド人を回収させる際にケルト十字を作ったという伝説が広く信じられている。彼はキリスト教のシンボルであるラテン十字と太陽のシンボルである円管を組み合わせたとされる。これは太陽の生命の源としての属性を十字と 結びつけることで、十字の重要性を、異教の信者に伝えるためである。中立費で発見された、紀元前2000年代後半の車輪型ペンダント。スポークが6本の車輪のもの、中央が空いた円になっているもの、4本スポークの、車輪を12本のスポークの車輪が囲んでいるものなどの、バリエーションがある。スイスで発見された、紀元前2000年代前半の装飾用のピン。 円形の頭が十字に切られているヨーロッパの青銅器時代の宗教ではカルトアイテムとして識別された人工物において円と十字の衣装が頻繁に現れる。例えば光にかざした時に十字が見える琥珀がはめ込まれたミニチュアスタンダードがコペンハーゲンのデンマーク国立博物館で展示されている。青銅器時代のシンボルはまた ジャリオットの車輪とも結びついていた。現代の天文学においては、同じシンボルが太陽ではなく、地球を表すシンボルとして使われている。太陽は、中心点を持つ円で表される。アメリカ州の先住民族や、その他の先住民族は、象徴的に装飾のために、太陽十字を現在でも使用している。ペルシャのサーサーン・朝の旗には、ディレイ・フッシュ・カビアに呼ばれる。 同様の太陽十字が使われていた。ヨーロッパの象徴として国際反ヨーロッパ連合の旗の中心的要素として使われている。ノルウェーのファシズム政党国民連合は1933年から1945年までの公式シンボルとして赤い背景に金色の太陽十字を使った。円と十字は ノルウェーの守護聖人であるオーラブ二世に関連するもので色はノルウェーの国章から取られた。現代のヨーロッパでは白人至上主義団体やファシズム団体のシンボルによく使われる。クークラックスクランのシンボルも太陽十字であるし、ブルガリアの極右団体ラートニクの旗にも太陽十字が見られる。ウィッカでは太陽十字は 太陽だけでなく四季のサイクルである一年の車輪の四、証言も表している。復興異教主義では、信仰と異教文化の再構築のために太陽十字を使用した。ありがとうございます。